赤いシャツのお坊ちゃん、首をまっすぐに。はい、それでは6年1組の皆さん、よろしいですか。マニキュね、もう。はい、さよなら。さよなら。気をつけてね。はい、さよなら。ユンカス、ご主人様、いつもよりちょっと遅いね。感心だね、毎日毎日。それほどで。気のせいよ。中ずっとイギリスにいて昨日帰ってきたんだってよ。へえ、そうなんだ。ああ、私ってやっぱりこうだわ。夏休みも日曜も全然だもん。上のお姉ちゃんの結婚式が近いからってみんな忙しがっちゃってさ。それならおめでたいことなんだしいいじゃない。私がおめでたいわけじゃないもん。お姉ちゃんは幸せ、私は不幸せ。なぜだか知らないけど生まれた時からずっとそうなの。まあ、世の中にはもっと不幸な人もいっぱいいるって言うから。犬のくせに何？猫が怖いの？あら、すねた。まあ、感じやすい年頃だから。じゃあ、うん、じゃあね。待ってよ、ユンカス。
お帰りなさいませ。ただいま、ふみえさん。さあ、ユンカスは兄を吹きましょうね。うん、いいかね。俺は血真っ黒。ただいま、おばあちゃん。お昼ごろ奥様からお電話がありまして、今日は遅くなるそうでございます。はい。旦那様からは今日も特に連絡はございません。はい。まあ二人ともお仕事が忙しいからね。そんなに露骨に嫌そうな顔しなくても。あ、さあさあ、圭介様先ほどお戻りになりましたけどね。はい。したら行くよ。はい。ちゃんと顔見せて挨拶したら？いいの。いいの？いいの。あんたさ、猫なんか怖がらないでよ。一応犬なんだから。怖いわけじゃないよ。扱いにくいから苦手なんだよ。偉そうに。あ、それよりあんた、緑のおばさんの前で言葉喋ったんじゃないでしょうね。やっぱりユンカース。あ、これからいいところなのに。あの、ユンカース。はい。前から言ってるでしょ。もし犬が喋るなんてことが知れたら、あっという間に日本中の評判になっちゃうんだからね。そしたらテレビのワイドショーなんかに毎日毎日出なくちゃならなくて、そりゃもう大変なんだから。素晴らしい。分かってないわ。あんた全然分かってないのよ。はあ、やっぱり犬ね。そうなったら朝から晩まで働きっぱなしよ。2時間しか眠れないとか、私と一緒にいることだってできなくなるかもよ。ほら、嫌でしょ。そういう生活も悪くないと思うけど。ユンカース、そりゃちょっとの間ならね。でもそうはいかないわ。一生死ぬまで続くのよ。おまけにいろんな芸を教え込まれるの。うちでビシバシ叩かれてね。ビシバシビシ。ユンカース、このくらいの芸もできないのか。さあ次は日の輪くぐりだ。人間の言葉をしゃべるお前だ。このくらいはわけないだろう。ビシバシビシバシ。さあ飛べビシバシビシバシ。もっと働けビシバシビシバシ。脅かさないでよ。だからさ、ユンカース、このことは二人だけの秘密にしといた方がいいって。いいこと分かったわね。うん、分かったよ。よかった。大好きや、ユンカース。そりゃ素晴らしい。ケイスケさんの匂いがする。本当？じゃない。あ、どうぞ。ユンカース、どうかした？
銭形平次の再放送を見損なったの。明日もやるんだからいいじゃない。へえ、犬が銭形平次。5時間目にドッジボールやって疲れちゃった。今日のお勉強なしにしよう。ダメダメ、今日は算数と英語1時間ずつだよ。じゃあそれ30分ずつにしようよ。こら、だって週に3日1日2時間ひろみちゃんの勉強を見ることで済まわせてもらってるんだからね。僕はそう、パパとしたその約束、それが問題なのよね。は？ほんと言うとね、ケイスケさんが私の先生っていうのがね、嫌なの。え、ショックだな。どうして？だからさ、つまり先生になっちゃうと友達じゃなくなっちゃうでしょ。そんなことはないよ。僕はいつだって友達だと思ってるけど。嘘だもん、子供だと思ってるもん。変だよひろみちゃん。はい、お邪魔します。今日アップルパイ焼いてみたんですけれども。ああすみません。いい匂い。駅前のラセーヌのご主人にコツを教わったもんでちょっと作ってみたんですけど、うまくできましたかどうか。いや、美味しそうですよ。ま、そうでしょうか。大きい。じゃ、遠慮なくいただきます。どうぞ。美味しいですよ、これ。よかった。でも、本当言いますとね、ちょっと自信があったんですよ。そうでしょう。うん、美味しいですよ、本当に。じゃあ、また作ってみようかしら。ねえ、ぜひ。もしもし、ひろみ？ママ。あ、ママ、今どこ？まだホテルにいるの？そうなのよ。カナダの商務省長官のスケジュールが変更になっててんてこまいしてるの。そうなのよ。とても今日は帰れそうないからこっちに泊まります。お食事は今食べてるの？そう。パパから何も言ってこない？パパも大変よね。コマーシャル撮影するのにどうしてわざわざフランスの海まで行かなきゃならないんだろうね。本当どうしてかしらね。江ノ島あたりで済ませとけばいいのに。お勉強はちゃんとした？しました。もうケイスケさんに2時間バッチリしごかれた。厳しいんだもん。そうね、聞いてママ、ケイスケさんたらさ。ごめんなさい、会議の途中なの。もう切らないと。そう、じゃあね、ママもお仕事頑張ってね。ありがとう。ひろみも夜更かしないで早く寝るのよ。はい。ごめんなさい。ママ今日帰りません。まあここのところ多いですね。パパはパパで年中外国に行ってるし。グレてやる。なんて言ってみたよ。ひろみちゃんがいい子だから
パパもママも安心してるんだよ。ああ、悪い子になりたい。こら。勉強？ううん、手紙パパにね。よし、書けたの？パパに会いたい？そりゃね。でも今度はいつ帰ってくるのやら。ひろみが望めば会えるよ。え？僕は奇跡を起こすことができるんだ。三つだけ。お仕事はいかがですか？もっと楽しそうに。こちらは相変わらずです。ママはすごくすごく忙しそうです。私は元気。ついでにユンカースも元気です。たまにはお手紙ください。今度帰ってくるときはフランスのお寺の写真集があったら買ってきてください。お寺ね、死んだおばあちゃんの影響かね。もっといいもの頼めばよかったのに。いいの、私には必要なんだから。だって私、大人になったら旅行家になって世界中のお寺を見に行くんだもん。なんでお寺なの？そりゃなんとなくよ。した。今度の日曜日、いよいよお姉ちゃんの結婚式なのよ。それがさ、前に言ったっけ、お婿さんがお姉ちゃんより12歳も年上でさ。12歳？おじんぽいんだよね。髪なんかもちょっとこうだし。でも結婚するのはお姉さんなんだから。私は嫌なのよ。12歳よ12歳。ダメかな、12歳違うと。許せるのは3歳までね。そうかな。そうよ、ヒロミも気をつけなさいよ。いた！イエーイ、ナイスショット。また先生に言うわよ。的なんかつけてる方が悪いんだよ、そういう方。うん、頭にくるな。何当たったら失明しちゃうのよ。うーん、
貸して。お前らよけたな。ごめん。12歳離れていようが13歳離れていようが、あんたみたいなのよりはずっとマシよ。花嫁は何歳ですか？11歳です。花婿は23歳です。恐ろしい。12歳も離れている。え、この結婚は取りやめです。はい。え、ちょっと待ってよ。あんた見損なったわよ。そんな犬だったの？何と言われようと取りやめです。そんな。僕もちょっとまずいんじゃないかなとは思ったんですよね。ただいま、おばあちゃん。奥様から今日は8時頃にお戻りになられるとお電話がございました。はい。旦那様からは特に連絡はございません。はい。素晴らしい。そう、あ、ママだ。帰りなさい。ただいま。文江さんは？7時頃帰った。シチューがあるけど。いらないわ。そうね、ミルクがあったらいただこうかな。はい。温める？いいわ、そのままで。はあ、悪いけどちょっとあっち行ってて。あなたの声聞くと頭痛くなっちゃうのよ。あ、向こうに持ってってあげたのに。うん、こっちでいただくわ。どうもありがとう。おいしい。ねえ、ママは2日ほど休みが取れたんだけど、何かしてほしいことある？え、いいよ、ゆっくり休んでよ。遠慮することないでしょ。ディズニーランドなんてどう？ディズニーランド？うん、行く？いい。あら、そう？今度パパとママが一緒に休みが取れた時連れてってよ。私お風呂つけてあげる。ディズニーランドか。パパはスターツアーズが気に入るな。ママは案外スペースマウンテンだったりして。ユンカースはやっぱり日光江戸村よね。パパはいつゆっくり休めるんだろうね。ひろみ、ちょっと座んなさい。何？もしね、もしパパとママが別れたら、ひろみどうする？
もしもの話よ。わかんない。ママと一緒に暮らすかパパと暮らすかどっちかってことになるでしょ。わかんない。その時になってみないと。いいわ、ちょっと聞いてみただけ。ごめんなさいね、変なこと言って。うん、さあ寝よっかな。そうね、明日の朝トーストでいいわね。うん、おやすみなさい。おやすみ。別れるってどういうこと？離婚するってこと。離婚って？パパとママが他人になるってこと。どうして？知らないよ。それにまだ離婚するって決まったわけじゃないでしょ。やめるように頼んだ方がいいんじゃない？そんなこと言う権利私にはないもん。パパかママか、ケイスケさんか。よし、いいぞ。ほら、えい、ほら、えい、ナイス、えい。どうしたの？つまんない、子供扱いしてるもん。困った女の子だな。私ディズニーランドに行きたいな。え？いいよ、じゃあまた今度ね。次の日曜は？次の日曜はちょっと。ダメなの？うん、友達と約束があってね。帰りにフルーツパフェでもご馳走しようか。いい。そう。そんなの子供の食べ物だもん。子供じゃないか。あ、子供じゃないもん。小学6年生というのは立派な子供だろ。それよりボール拾ってきてくれる？はーい。ビーて。パパからだ。なんだ、ケイスケさんにだ。先日は楽しいひとときをあり。あ、僕、これ僕？ケイスケさんに恋人。え？原田知恵だってどんな人だろう。恋人だってどうしてわかるの？読めばわかるわよ。10月3日にこの間のところでお待ち申しておりますだって。あっ、10月3日って確か今度の日曜じゃない？友達との約束っていうのはこのことだったんだ。よし、thank you.
いよ。まあ、すいません。美味しいお紅茶でございますこと。どう？どうって？だから大人っぽいとか色っぽいとかさ。混ぜた子供っぽい。どういたしまして。お風呂か。いいわ、大丈夫。そう。じゃあまた。あ、じゃ。どうしよう、別々に行っちゃった。女の人の後をつけてみれば、どんな人なのか知りたいとは思わない？うん。圭介さん、かわいそう。どうしちゃったんだい？これは先週のおさらいなんだからね。ほら、これも違ってる。これも、これも違ってる。これも、これも、これも。今日はもうやめとこう。どうかしてるよ、ひろみちゃん。間違った問題をもう一度やり直してみること、いいね？はい。仕方ないよね、あんなの見ちゃった後だもんね。ユンカス、私本当のこと言うべきかな。チエさんには別に恋人がいるんだよって。うん、言えば？でもそうしたらケイスケさんがかわいそうでしょ。じゃあ黙っていたら？だってそしたら騙されているとも知らずに付き合うのよ。ああ、あとなんかつけなきゃよかったよ。あんなの見なければこんなことで悩まずに済んだのに。やっぱり本当のことを話した方がいいと思う。そう？うん、だって本当のことを話すと当然ケイスケさんは失恋するわけ。人間だって犬と同じように失恋すると辛いんだろ。まあそうね。つまりそこでさ、
ひろみがケイスケさんに優しくしてあげればケイスケさんはどう思うかな。ひろみちゃん、僕は君が大好きだ。うん、あり得るね。でもさ、何？ダメ？ダメってことないけど、それじゃあケイスケさんのためっていうより自分のためって感じじゃない？うん、まあね。そういうのはやだな、卑怯よ。すいませんでしたね、どうも卑怯な犬で。僕にはそれ以上の知恵は浮かばないよ。怒ったの？別に。ユンカースのことを卑怯って言ったわけじゃないのよ。いいんだよ、気にしてないから。嘘、気にしてる。怒ってんでしょ本当は。ねえ、怒ってないったら。本当？本当、本当。じゃあいいけど。ああ、やっぱり行った方がいいのよね。私見ちゃったの、原田千恵さんがケイスケさんと別れた後で他の男の人とべったりくっついてどこかへ行っちゃうの。だからね、もし千恵さんのことを愛しているなら諦めた方がいいと思って。今日見たの？そう、後をつけたことは悪いと思ってるんだけど。ショックだった？全然。ちえちゃんはもうすぐその彼と結婚するんだよ。え？だって僕はあの二人の結婚式の司会を引き受けたもんでね、今日はその打ち合わせ。なんだちえちゃんと僕が恋人ね、本人が聞いたら大受けするだろうな。もう私ずいぶん悩んだんだから、話そうかどうしようか。僕の恋人は他にちゃんといますよ。どうしました？え？ああ！大丈夫ですか？すみません。まあどうしましょう。食べられるこれ。無理よね。ごめんごめん。恋人？うん、来年の秋には結婚しようと思ってるんだ。結婚？もっとも僕がまず卒業するのが先決だけど。ふみえさん、すいません、私またぼーっとしちゃった。大丈夫かな。そうか、ケイスケさん結婚するのか。ユンカース、私なら全然平気だから。うん、こんなところで。風邪ひくわよ。それにほらもう一時過ぎてるのよ。ねえママ、ケイスケさん来年の秋に結婚するんだって。そう、知らなかったわ。そんなこと言うために起きてたの？別にそうじゃないけど。あとね、来週の火曜日にパパが帰ってくるって電話があった。あら、そう。じゃあおやすみなさい。おやすみ。変な子ね。あ、いい天気だね。
今日は一人。そう、ちょっと急ぐの。おばさん、さようなら。さようなら。急いでユンカース。わかってるよ。ああ、いつもは元気が。今、犬がやっぱ喋った。ブーン、ブーン。ただいま。おかえりなさい。ちょっと大きくなったな。そう？お、ユンカース、お前も元気だったか？今度は長く家にいられるの？それがそうもいかないんだ。また外国？アフリカにね。アフリカ？そう、生命保険のコマーシャルだね。動物園じゃダメなの？動物園？それはいいかもしれないな。ふみえさん。はい。今夜は私たち外で食べるから。やった！まあ、いいですこと。は？お？ということはケイスケさんと二人きり。まあでも婚約者いるのよね。ああ、残念。てくれ、一緒な。うげ、子牛のヒレ肉のソテーとホタテのムースエビソースかけでございます。きれい。ひろみ、お誕生日おめでとう。なんだ、知ってたの？私忘れてると思ったから行っちゃ悪いと思って黙ってたのよ。そりゃどうも、知ってたからこの店に来たのさ。ありがとう。はあ、いくつになってもいいもんだね。なんだいそりゃ。おばあちゃんのまーね。いただきます。相変わらずママは忙しいようだね。まあね、私は平気よ、慣れてるから。ユンカースもいるしね。ヒロミは偉いな。あ、そういえばあの写真集どうだった？うん、よかった。ありがとう。ユンカースも気に入ったみたい。素晴らしい。素晴らしい。アフリカはどれぐらい行くの？来月から、そう、3週間ぐらいかな。いいな。ヒロミもいつか連れてってやりたいな。連れてって。もう少し大人になったら連れてってやるよ。私来年は中学生なのよ。中学生じゃまだな。おかえりなさい。お疲れ様でした。うん。お仕事それまだ終わらないの？いや、もうだいたい目処はついたから。水割りでも作りましょうか？ああ、君も忙しいようだね。ここのところ IPCP の滞在が立て続けでしょ。人手が足らなくて。今日はひろみの誕生日だったんだぞ。せめて母親らしく自分の手料理で祝ってやるくらいのことはしてやれないものなのかね。無理言わないでよ。ヒロミが生まれた時決めたこと覚えてるか？二人とも仕事が忙しい。だからこそヒロミのことを優先して考えようって。そうしてるでしょ。私はあの子が生まれてから小学校に上がるまで仕事休んで面倒見てきたわ。俺は今の話をしてるんだ。今だって考えてるわ。来年の夏にはサンフランシスコにヒロミを連れて行こうと思ってるの。どういうことだ？先日の役員会で決まったんだけど、うちのグループが今度サンフランシスコのメイフラワーホテルを買収することになったのよ。私はそこの支配人に予定されてるわ。正式に決定すれば改装や
オープンの準備で当分はこっちに帰ってこられなくなると思うのよ。だからヒロミを連れて行こうというのか。あなたに任せておくわけにはいかないでしょ。理由はもう一つあるわ。あの子、ケイスケ君を好きになりかけているのよ。まさか。ママ帰ってるのかな。やった、まだ今日だよユンカース、まだ誕生日だ。よかったね。ごめんなさい、パパとママが揃ってるなんて。今年の誕生日はついてるな。別れようと言ってるわけ？それはあなた次第だけど、でもその方がお互いのためにもヒロミのためにもいいんじゃないかと思ってるわ。あの子にはいつもそばにいて頼れる父親が必要なのよ。今はあなたの代わりをケイスケ君がしてくれてるけど。ヒロミには別れるかもしれないと話したのか？いいえ、ちゃんとはまだ。でもヒロミのことなら心配いらないわ。あの子しっかりしてるから。やだ、なんでこんなにドキドキするんだろう。私の方こそごめんね、ちょっとよそ見してて。大丈夫だった？はい、失礼します。あら、あ、ねえ。はい。その子ユンカースって言うんじゃないの？そうですけど。本当？じゃあ、あなたがヒロミさんね。はい。やっぱり。あなたたちのことはいつも聞いてるの、ケイスケさんから。あ、ケイスケさんの婚約者の方ですか？そう、井上陽子っていうの。よろしく。はあ。お茶どうぞ。あ、はい。どうもすみません。いいえ。じゃあいただきます。あ、まあ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 。ねえ、うん、ひろみちゃんってさ、かわいい子ね。うん、元気だし明るいしね。たださ、ご両親が留守がちなんでね。まあなるべく相手をするようにしてるんだよな、ユンカース。妹って感じ？それとも。何言ってんの。ああ、うろたえた。あのね冗談。まったく、あの子はまだ小学6年生だよ。冗談にもならないよ。ごめんごめん。君もさ、あの子に気を使ってやってほしいな。うん。あら、もう行っちゃうの？ああ、今開けてやるから。またね。
うしたの？どうしたのさ、ひろみ。みんなどんどん遠くへ行っちゃう。帰ってきた、帰ってきた。陽子さん、もう帰るんですか？うん、これから人形劇の稽古なの。人形劇？私、人形劇の劇団に入っているの。来週の日曜に横浜で公演があるんだって。チケットもらったから一緒に行こうよ。ぜひ来て。観客、僕たちだけだったりしてね。あ、ひどい。冗談。もう。ありがとう、陽子さん。絶対行きます。よかった。じゃあ、そこまで送ってくるから。はい、さよなら。さよなら。ひろみ、ファイト。よし、やるわ。え、何を？お待ちのお客様、どうぞ。すいません。いらっしゃいませ。どうぞ。ハンバーガー全部の種類一つずつとオレンジジュースください。は？悔しいな。わかるよ。ケイスケさんとお似合いだし、うん、かわいいしさ、ヒロミに少し似てるしね。あんたそれ慰めてるつもり？まあいいわ、余計な気を使わなくていいから食べなさいよ。まだまだこんなにたくさんあるんだからね。本当に全部食べるの？当然でしょ。太るよ。いいの、やけなんだから。ユンカースもどうぞ。あ、その僕はもうたくさん。え、あ、そう。いいわ、一人で食べるから。あ、おいしい。あんたって案外付き合い悪いのね。押さないで。ハンバーガーまだあるよ。食べるわよ、後で。太るよ。ほっといて。少し手伝うよ。お願い。お食事の用意ができましたよ。エビカレー大好物なのよ。うん。
んか元気ないわね、ユンカ。さあ、特別大サービス。ヒロミさんもどんどんお借りしてくださいね。何かあったのかと思ってびっくりしちゃった。ちょっと来たかっただけ。忙しかった？20分ぐらいは大丈夫よ。ねえ、パパとママが別れるかもしれないっていう話どうなった？それ今考えてるんだけどね、パパとママはずっとすれ違いの連続だし、ママね、サンフランシスコのホテルの支配人になることに決まったの。行っちゃうの？その時にヒロミを一緒に連れて行きたいと思ってるのよ。どう？ヒロミのためにもそれが一番いいと思うの。パパは？パパは残るって言うわ。でもどっちみち家にいないんだから同じでしょ。向こうに行けば住まいもホテルの近くになるし、仕事も今より余裕ができるわ。そうすればいつもヒロミと一緒にいられる。ねえ、向こうの副支配人になる人ね、アーノルド・シュワルツネッカーに似てるのよ。見てみたいでしょう。とにかくヒロミにはもうこれ以上寂しい思いさせたくないのよ。おばあちゃんが生きてるうちはまだよかったけど、亡くなってからはずっと一人きりだものね。よく頑張ってると思うわ。圭介さんがいるよ。圭介くんは他人でしょ。今一番いいのはひろみがママと一緒にサンフランシスコに行くことよ。分かった。分かってくれると思ってた。クリスマスはもう向こうにいるの？そんな急じゃないわ。早くて来年の夏ぐらいかな。はい。お父さんともお母さんとも離れ離れになってしまって、私はとうとう一人ぼっち。どの家も暖かそうな明かりがついてる。きっとみんな幸せなんだわ。どうして私だけがこんな目に遭わなくちゃならないのかしら。じゃあお母さんは確かにこの町にいたんですね。ああ、でも2ヶ月前にどこかへ行ってしまったよ。はあ、おや、あんた靴を履いてないね。旅の途中で破れてしまったの。気の毒にね。はあ、お母さん、会いたいよ、お母さん。あ、お母さん、お母さん。お母さん、待って、お母さん待って、どこへも行かないで、私を一人きりにしないで、お願い。私お母さんが大好きよ、だから。泣くのはおよし、娘さん。誰？この世はまんざら捨てたものじゃない。この世はまんざら捨てたものじゃない。この世に優しさがある限り、一人ぼっちの子なんていないのさ。そうかしら。そうかも。君が誰かを愛しているように、誰かがいつも君を愛している。この世に優しさがある限り。私を一人きりにしないで、お願い。私を一人きりにしないで。もしね、もしパパとママが別れたら、ヒロミどうする？別れようと言ってるわけ？その方がお互いのためにも、ヒロミのためにもいいんじゃないかと思ってるわ。あの子はまだ小学6年生だよ。冗談にもならないよ。ヒロミのことなら心配いらないわ。あの子はしっかりしてるから。ヒロミは偉いな。よく頑張ってると思うわ。
つまでもそんなところにいると風邪ひくよ。あ、泣いてる。どうしたの？ひろみは泣かない女の子だと思ってたけど、二度目だ。あのさ、前にも言ったけど、僕は奇跡を起こすことができる犬なんだ。三つだけだけどね。何か願いを言ってみれば。今そういう冗談に付き合う気分じゃないの。本当なんだよ。あれ？ひろみちゃん、おい。しつこいな。だって本当なんだもの。ねえ、何でも願いを言ってごらんよ。さあ、どうぞ。じゃあ、ケイスケさんがあの人と結婚しないでずっとこの家にいてほしい。ケイスケさんさえいれば、私一人でこの家に残ったっていいんだ。はあ、奇跡か。そんなものがあったら苦労なんかないだろうな。おやすみ。ちょっと待って、なんで急にそんなこと言い出すわけ？ダメ。当たり前じゃないか。結婚は僕が国家試験に合格してからっていう約束だろ。君が構わなくても僕はそういうけじめのないのは嫌なんだよ。バカなこと言うなよ。そうじゃないか、君がそんなわけのわからないことを言う人だったとは知らなかったよ。ああ、わからないね、全然。ああ、そう。じゃあどうする？やめる？結婚。落ち着いてよく考えるんだ。じゃあ。陽子さんと喧嘩しちゃったの？彼女があんまりわからないことを言うもんで、ついね。でもさ、結婚取りやめなんてことはないんでしょ？さあね、そうなるかもしれないよ。そんな。彼女に聞いてみないとわからないよ。ユンカース。あんたやったわね。やった、うん、だから奇跡のことよ。奇跡？昨夜私、ケイスケさんが結婚しないようにって願いを言ったでしょ？知らないよ。本当のこと言ってよ。本当のことも何も知らないよ。
元気ないね。圭介さんと陽子さん、もうずっと会ってないんだって。どうしたらいいんだろう。まあそんな顔しないで、明日はクリスマスイブなんだし。そうか、明日だ。明日クリスマスパーティーをやろう。そうよ、圭介さんも陽子さんもパパもママもみんな招待してパーティーをやるのよ。素晴らしい。うん、素晴らしい。きっと圭介さんも陽子さんも仲直りするよね。ただいま。お帰りなさいませ。まあすごいお買い物。大勢だから。おい、陽子さん、ほら、行きましょうね。大丈夫、今日は私が全部やりますから。そうですか。それにしても旦那様が出られないのは残念ですね。そう、がっかり。札幌でなんか撮影し直さなきゃならないところがあるんだとか言ってたんだけど。札幌じゃしょうがないですよね。そうですね。大丈夫、なんとかなりますから。頑張ってください。奥様帰ってきませんね。うん、もう6時半か。まだ仕事なのかな。それにしてもお電話ぐらいありそうなものですのに。そうですね、電話できないくらい忙しいのよきっと。はい。はい、野沢です。あ、こんばんは。はい。え、あの、駅前まで来たんだったら来ればいいのに。待ってますから。ごめんね、ここまで来たらどうしても圭介さんの顔が見られなくなったのだから悪いけど。あの、ちょっと待ってください。どうして。そんな、本当ごめんなさい。じゃあ。ちょっと出かけてきます。ユンカス行くわよ。あ、止まっちゃったみたい。じゃあまだ近くにいるかもね。匂いで探してよ、ユンカース。こんなに積もってたんじゃ無理だよ。もう、陽子さん
ぱい始め。ひろみちゃん、よかった来てくれたんでしょ。うん、やっぱりここで帰ったらずっと後悔すると思って。さあクリスマスイブなんだから楽しまなきゃ。わーい最高。つもりじゃなかったのに。いいよ、もう。初めは冗談のつもりだったのよ。いつもみたいに笑っておしまいになる話のはずだったの。僕の方も強く言いすぎたからね。悪かったよ。何度も電話ももらったのに、私意地っ張りだからずっと寂しかった。ひろみちゃんにやきもち焼いてたのかも。バカ。うまくいってよかったじゃない。うん。すごく楽しかった。陽子さんも来てくれたし。ママが忙しいのは分かってるから。いいって、そんな気を使わないでも。パパやママがいないのは小さい頃から慣れてます。プレゼントは用意してあるのよ。楽しみにしててね。うん。それからね。パパとママ、正式に離婚することに決めたから。どうしたの？パパとママ離婚するんだって。ごめんね。お帰りなさい。あら、ただいま。お勉強？いえ、お帰りになるのを待っていたんです。私を？何かしら。ひろみちゃん、ずいぶん我慢してますよ。ご両親の前では平気なふりをしていますけど、本当は寂しくてたまらないんです。分かってるわ。いえ、分かっていません。奥さんもご主人も全然分かってませんよ。もう少しひろみちゃんの気持ちを考えてあげてください。私どんなに忙しい時でも
ヒロミのことが頭から離れたことはないわ。それはあの人も同じだと思うけど、親なんだから当然でしょ。離婚されるんですか。何それ、あなたに何か関係があるの。心配してもらわなくても、ヒロミはちゃんと理解してくれてるわ。私たちが気楽に離婚を考えてるとは思ってほしくないわね。最後にヒロミちゃんの泣き顔を見たのはいつですか。もうどうにもならないんだ、パパとママ。ひろみ。ん？僕はもう一度だけ奇跡を起こすことができるんだ。言っただろう、僕は三つだけ奇跡を起こすことができるって。夢かな、これ。夢じゃないよ。さあ、願いを言ってごらん。もういいの。私にはパパとママが離婚しなきゃならない理由はわからないし、寂しいけどさ、我慢しながら無理やり夫婦でいるっていうのもパパとママがかわいそうでしょ。本当？本当よ、そう思ってるもん。後悔しないんだね。なんで？うん、後悔しないならいいんだ。お誕生日にみんなが一緒になることはないのかな。うん、そうだね。私がママと一緒に行ったら、もうパパのことをパパと呼んじゃいけないの？さあ。5つの時、みんなで海に行ったのね。みんなでママが作ったお弁当食べてさ、バカみたいに楽しく遊んだの。みんなニコニコしてたんだよ。またみんなであんな風にどっかに行きたかったな。
ス。何してるの？さあ、行こう。大丈夫だよ、ヒロミ。耳たぶと頬が赤く染まっている。泣き笑いの顔に降る雪が溶け出した。家の中のどこにもいないのよ。何か思い当たることはないのか。わからないわよ、突然なのよ。とにかく私近所を探してみますから。ああ、こっちに連絡が入るかもしれないからこまめに電話をくれ。うん。からなの？奇跡を起こしているのはヒロミ自身さ。え？僕にできるのはお手伝いだけなんだ。私たちどこに向かっているのかしら。さあ、それもヒロミが決めているんだからね。寂しいよと誰にでも言えたなら、一人抱え込んだその痛みも少しだけ消えるはず。僕は
ママ。ひろみ。さあ、パパとママに本当の気持ちを話しなよ。ねえ、この場所。ああ、三人で最後に遊びに来た場所だ。夢を見てるのかしら。本当の気持ち。そう、奇跡を起こすのはひろみ自身なんだからね。僕の力はもうじき終わっちゃう。後悔のないようにね。夢じゃないかもしれない。私本当はちっともしっかりしてないの。全然ダメなの。一生懸命我慢しようとしたけど、どうしても悲しいの。離婚したらパパとママが私のパパとママじゃなくなっちゃうみたいな気がするの。私パパとママがお誕生日に揃わなくても平気。今のままでいいの。大丈夫だから。パパとママは世界一仲良しのパパとママでいて。私いい子にするから、わがまま言わないから。起きたらちょっと下に来て。何？さっきパパと電話で話したの。ゆうべパパとママね、同じ夢を見たのよ。不思議でしょう。夫婦だからじゃない？そっか、そうね、きっと。ねえひろみ、パパとママが離婚するのに反対？私は別に。本当？ママ、ひろみの正直な気持ちが聞きたいの。どう？本当にいいの？そう、わかった。
もしひろみが反対だったら離婚は考え直そうってパパと話したの。本当？うん。ごめんね、ひろみの気持ちをちゃんと聞かなくて。ユンカス、ありがとう。ユンカス、あなたのおかげよ。パパとママ離婚しないってユンカス、何？誰もいないのよ。やめてよ、犬みたいにするの。なんか喋ってよ。私は中学生になった。ママは一足先にサンフランシスコへ行き、私は向こうの学校の新学期が始まる9月に合わせて引っ越しをすることにした。相変わらず忙しいパパと、もちろんユンカースも一緒にね。さんと陽子さんは10月に式を挙げるという線がほぼ確実のようだ。やったね。文江さんはどうやら新しい恋を見つけたようだった。シムネス、あの時奇跡は起こったのだろうか。ユンカースは本当に喋る犬だったんだろうか。だんだん分からなくなってしまいそう。出会った。
おしまい。